京王稲田堤駅は、神奈川県川崎市田牧菅4丁目にある、京王電鉄相模原線の駅である。京王相模原管区所属。駅番号は、536。神奈川県及び、川崎市最北端の駅である。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。出口は北口、南口の2カ所である。北口は、階段とエレベーターのみである。 南口には各ホームと出口階を連絡するエレベーター、中間階を挟む上り専用エスカレーターが各ホームと連絡している。各ホームには中央付近に待合室がある。トイレは南口、北口双方の改札内にあり、いずれもユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレを併設している。北口側は2006年8月に改修され、 この時点で前期したエレベーターとトイレが設置された。駅舎内にはキュービ b ーハウスが同年8月4日に開店した。2019年度の1日平均乗降人員は57,300人である。開業以来の乗降人員、乗車人員の推移は下記の通り。資金に美容室やゴルフセンター、ドラッグストアやコンビニエンスストアがある。住宅地で 商店は少ない。駅出口付近には畑も見られる。駅のホーム下にある駐輪場の出入り口も近接している。JR 稲田堤駅へは踏切を渡らずにアクセスできる。京王駅前通りと呼ばれる商店街が JR 稲田堤駅に至るまで東西に走っている。他、川崎稲田堤郵便局が立地する。近くを府中街道が走っている。 この通りを隔てて小さなロータリーがあり、路線バスや日本テレビ、幾多スタジオへの送迎バスが発着する上下、停留所がある。南口の最寄りに上下停留所があり、川崎市バス、小田急バスの以下の路線が発着する。なお、停留所乗り場番号は、川崎市バス及び小田急バス公式サイトの表記に基づく。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場。 このほか、JR 稲田堤駅付近にもバス停留所がある。駅近くの名所、稲田堤に、京王の名が冠されたのは、東日本旅客鉄道の稲田堤駅と少し、離れているためとみられる。京王電鉄相模原線、京王ライナー通過特急、準特急、急行調布駅京王稲田堤駅、京王長山駅区間急行、快速、各駅停車京王玉川駅、 京王稲田堤駅京王読売ランド駅神奈川県県西洋欄ありがとうございます